初めての家庭科七月五日今日初めての家庭科を習ったケンちゃんは「家庭科は女の科目」と言って先生に怒られた先生は「今は男子も裁縫やお料理ができないといけない時代」と言った 初めての授業はお料理だった。一杯はご飯を炊いた。二杯はお味噌汁を作った。三杯はカレーを作った。僕は三杯です。じゃがいもや人参を包丁できるときはドキドキした。手を切らないようにゆっくりね、と先生が言った。 じゃがいもやにんじんやたまねぎやおにくをごとごとにしたカレーのルーをいれたしばらくしたらカレーができたやさいやおにくをきるときはきんちょうしたけどそのあとはかんたんだったがっこうのかえりにびょういんにいったママにカレーをつくったといったらにっかりわらった ママが家にいなくて寂しいと言ったらもうすぐ家に帰れるからねと言った嬉しかったその時は妹も一緒よと言った妹は友よという名前だママは友よを産んだので病院にいる友よもカレーを食べるかなと聞いた もうちょっと大きくなったら食べれるからね。ママは言った。大きくなったら、友よにいっぱいカレーを作ってあげようと思った。7月8日。ママと友よが家に帰ってきた。パパはニコニコしている。 僕はママとパパにカレーを作ってあげようと思ってそう言ったいいからおとなしくしてなさいパパがそう言って何もさせてくれなかったママに遊んでもらおうと思ったでもママはずっと友よと遊んでる7月10日 家にしんおじさんと香織おばさんとおじいちゃんとおばあちゃんが来たお正月みたいでうれしかっただけどあそんでくれなかったかおりおばさんにほんをよんでもらおうと思っただけどよんでもらえなかったおじいちゃんとおばあちゃんもあそんでくれなかったみんなともよとあそんでる 「お部屋に帰っておとなしく遊んでなさい」みんなにそう言われた7月12日今度の日曜日にまたおじさんやおばさんやおじいちゃんやおばあちゃんが来るみんな友よと遊びに来る僕と遊んでくれない 食べちゃいたいいいたくらい可愛いってママは友よをだっこして言ったパパも「そのとおりだよ」と言った「よかったね友よとママは言った7月18日早起きしてカレーを作った野菜は上手に切れた お肉はむずかしかった。やわらかくってぷにゃぷにゃしてて血がいっぱい出た。友よ友よママが友よをさがしてる。もうすぐみんなが来る。カレーがぐつぐつ煮えている。 たべちゃいたいくらいかわいいともよ。